続いてはこの万博に向けて企業はどんな取り組みをしているのか、大川さんからご説明をお願いします。はい、弊社からは万博の開催目的でもあります SDGs の達成に向けた取り組みをご紹介したいと思います。日刊工業新聞って聞いたことない方も多いと思いますので、ちょっとだけうち の新聞のご紹介をさせていただきます。弊社は、本社のほか全国43拠点を持つ、総合産業市、全国に紙面を配っています。ものづくりを中心にですね、中小企業の情報を多く扱う総合産業市となっております。発行部数は全部で40万部ほどです。社員数は約500名で、女性の社員も多い会社となっております。こちらの記事、2015年の記事なんですけれども、 SDGs の採択に関する記事となっています。2015年9月25日に SDGs が、国連の、持続可能な開発に関するサミット、ここで採択されたんですけれども、これがまあ産業にも大きく関連する話だとして、採択当日に国内最速でこうした特集を組ませていただきました。他の新聞でも扱っているところはあったらしいんですけれども、大々的に特集を組んだのは国内で初めてということで、注目されるきっかけとなりました。先ほどの紙面など弊社の、記事をご評価いただきまして、国連の方からですね、 SDGs メディアコンパクトの創設メンバーに選んでいただきまして、朝日新聞さん、日本テレビさん、日刊工業新聞の3社でこのメディアコンパクトを立ち上げました。現在では数十社、たくさんのメディアにご参加いただいています。2019年からは、毎週金曜日にですね、 SDGs 面というSDGs のみを取り上げた紙面も、作りまして、 SDGs の関連記事を特集をさせていただいてます。現在ではこれ週2日に増やしまして、SDGs に関する記事を多く扱うようにしています。その中のいくつかご紹介させていただきます。産業報道の立場からですね、ジェンダーですとか人権などの報道に関するアプローチを推進しています。例えばですけれども、2020年4月の記事では、ジェンダー平等に必要なこととして、調達先をですね、女性経営者が、経営する会社を優先して調達先を選ぶ企業ですとか、世界の流れについてご紹介させていただいています。その他 J リーグさんでも、地域の課題解決で他の企業さんと一緒に連携するというような記事をご紹介しています。防災ですとか気候変動に関する記事も積極的に扱っています。またロボットを導入して、人間らしい雇用をというような内容の記事も掲載させていただいてます。 SDGs に関する書籍も多く取り上げて、発刊しています。はい、これは私の書いた記事を集めたものなんですけれども、最近興味を持っているゴミ削減の取り組みに関して、いくつか書かせていただきました。流通過程でですね、消費者だけじゃなくて企業もゴミを削減する、例えばその、容器詰め替えのものもプラスチックを使い捨てにするんではなくて中身だけを販売するですとか、そういった新しい流通形態が出てきてますので、そちらをいち早くご紹介させていただいています。その他ですね、紙面だけではなくて大学ですとか他の企業さんなんかと一緒に講座などで SDGs の理解を深める取り組みも数多く行っています。はい、当社はですね、SDGs の目標の9番、産業と技術革新の基盤を作ろうという、この目標の達成へ向けて貢献を宣言して、積極的に紙面で SDGs に関するご紹介をさせていただこうと考えています。これまでの取り組みの経緯なんですけれども、2015年の先ほどの記事から始まりまして、今ではですね、10月22日時点で SDGs 関連記事が2000本を超えています。これが当社の概要となっています。まだまだSDGs に関する取り組みは不十分なところあると思うんですけれども、これからも意識を高めて報道で貢献していきたいと考えております。よろしくお願いします。お母さん、ご説明ありがとうございました。私から質問なんですけど、はい、SDGs を最速で取り上げた理由っていうのはあるんでしょうか。はい、
これね、私も当時入社してなかったので、はい、書いた記者に直接聞いたんですけれども、当時はその、まあ、SDGs なるものが採択されるらしいと巷で聞きつけて取材に行ってたそうなんです。で何かの規制かと思って、産業に関する規制ならこれはいち早く報道すべきだということで、取材を進めていたところ、まあ、規制ではなく企業にとってもチャンスだというふうに考えて、これは大きな影響力を持つ目標になるということで報じたということです。で当時はまだSDGs という考え方が浸透してなくて、その本業でですね、社会貢献できるというようなところは浸透してませんでしたので、まあ、CSR、真の CSR へというようなタイトルで、キャッチーな記事を書かせていただいたという経緯があります。ありがとうございます。そうですね、SDGs に最速でね、ご報なさったということなんですけども、なぜSDGs の報道に力を入れていらっしゃるんですか？これはですね、私のちょっと想像もあるんですけれども、2015年に弊社100周年を迎えまして、今後 の産業報道に引っ張っていく立場としても、同じ年に採択された SDGs というのを中心に報道していくのは産業にとっても大きな意味があるということで力を入れて取り組んでおります。というわけで、お母さんありがとうございました。